東京臨海副都心。東京臨海副都心とは、東京都が策定した7番目の副都心であり、複数の特別区にまたがる442ヘクタールのエリアである。東京港埋め立て地15地に属する港都区、有明と同埋め立て地13号地に属する港区大和、港東区大見、品川区東や尾からなる。全域が埋め立て地であり、 東京都都市整備局と東京都港湾局が主に計画管理してる。公式愛称はレインボータウンであるが、かつて都知事だった石原慎太郎が臨海副都心全体を指してお台場と呼んだことからマスコミや観光庁がそれに習うことがある。都市警官百選受賞地区。主に以下の4地区に分かれて計画、開発が行われている。 江戸時代末期に黒船対策として作った大砲台場の建設が、この地区の埋め立ての始まりである。1940年、昭和15年の東京港開港以来、本格的な特定建設や埋め立てが始まった。船の科学館と隣接地で1978年、昭和53年から、前期、後期およそ1年間開催された宇宙科学博覧会、宇宙博では、 1、100万人を超える来場者を集めた。この頃は、一体全てが、建設予定地であり、建物は、船の科学館と、海運企業の倉庫、コンテの置き場、材木業者の作業場と事務所くらいしかなかった。1979年、昭和54年に、都知事に、鈴木俊一が就任すると、臨海副都心開発の検討が始まった。1979年、 昭和五十四年のマイタウン構想懇談会、九百八十二年、昭和五十七年の東京都長期計画、九百八十五年、昭和六十年の東京テレポート構想、九百八十六年、昭和六十一年の第二次東京都長期計画である。臨海副都心の建設はバブル景気絶頂期の九百八十九年から始まり、 建設期間は3期27年である。臨海副都心はオフィス街として開発される予定であったため、東京都は企業誘致を積極的に行った。しかし、バブル崩壊で企業進出のキャンセルが相次ぎ、開発計画の見直しを迫られることになった。1995年、平成7年、都知事に青島幸男が就任。 計画第2期が始まる1996年、平成8年3月からは、臨海副都心の大掛かりなスタートデモンストレーションも、兼ねて、世界都市博覧会の開催が定めされていた。しかし、陳太夫知事は、臨海副都心開発見直しを掲げ、世界都市博覧会を中止した。だが、開発計画自体は止めなかった。1999年、平成11年、 都知事に石原慎太郎が就任。開発事業を推進する方向で動いた。この頃になると、ようやく建築物も増え始め、かつての鈴木都知事の後押しで、本社屋を当地に移転したフテレビが、原因役となり、地元の活性化運動もあって、大規模イベント会場の誘致が進んだ。2002年、平成14年には政令による都市再生緊急整備地域にも指定されている。 近年では、アミューズメントやショッピング施設が次々に開業し、週末の気軽な観光地として賑わっている。2013年、平成25年には2020年の夏季オリンピック開催都市が東京に決定した。臨海福都心では、オリンピックの開催に向け、東京港に大型クルーズ船が停泊できる東京国際クルーズターミナの整備や、2020年を目標に、 火事の施設誘致の動きがある。オフィスビル、臨海副都心の土地のいくつかは、東京都が暫定的な貸し出しを行っている土地である。臨海副都心地区の開発を進めていた1990年代後半、バブル崩壊の影響で企業の進出欲はどん底であった上に、当時は交通の便も悪かった大場地区の買い手がつかなかったため、東京都が確実に事業者を募るため、 連ンで10年間の期限をつけ、東京都保有の土地を定期借地権で貸し出したことによる、定期借地権付きの用地は、パレットタウン、1999年開業、大江戸温泉物語、2003年開業、東京テレポート駅前のバーミヤンとローソンの3カ所、あり、当初は開業から10年で土地を返還する契約となっていた。臨海福都心の事業費は、 東京都だけで2兆4300億円である。事業費を賄うために、約5200億円の地方債を記載し、他の特別会計からの借り入れもいった。第三セクターを設立し、地域内都市基盤の早期整備を図ってきた。2001年、平成13年、東京都は、臨海副都心事業会計を、黒字の埋め立て事業会計。 羽田を埋ゅめ立て事業会計と統合した3会計統合。臨海副都心事業会計は5290億円の累積赤字と8815億円の借金を抱えていた。東京都臨海地域開発事業会計を作ることで、帳簿上は赤字と借金の一部が帳消しになった。しかし5185億円の地方債と金利負担は残った。 2005年、平成17年、東京ファッションタウン、タイム24が破綻し、民事再生法による再生手続きの開始を申し立て、手続きを進めた結果、翌年3月に東京ビッグサイトに、吸収合併され、民事再生手続きが終結した。2006年、平成18年、東京テレポートセンター、東京臨海副都心建設。 竹芝地域開発が破綻し、民事再生法による再生手続きを申し立てた。これらは東京都の旅重なる事業支援にもかかわらず、1957億円の累積赤字と1440億円の債務超過、3355億円の借金を抱えていたが、民事再生手続きを進めた結果、翌年4月に東京テレポートセンターに吸収合併され、 民事再生手続きが終結した。2009年、平成21年度からは、最初の地方債の大量償還期、第1の山を迎える。単年度で1000億円を超える、借金の返還が必要である。2002年、平成14年の臨海副都心開発事業の長期収支資産によると、とあり地運用収入等の収入の累積が、基盤整備関連経費や、 都債召喚金等の支出の累積を上回るのは2021年の見込みであ。臨海副都心開発前の同地区は埋め立て地でほとんどは更地だった。そこに多くの高層建築物が建造された結果、東京湾からの海風が遮られ、東京都心部でのヒートアイランド現象がさらに進行したという批判がしばしば提起されている。 これに対し、東京都公安局では、臨海副都心の南側、さらに、東京湾に張り出した、中央防波堤内側埋め立地での整備が、予定されている、海の森公園を起点とし、有明の森テニス公園を経由して、皇居や代々木公園に至る、風の道の整備により、ヒートアイランド現象の緩和を計画している。しかし、高層建築物をすべて撤去しない限り、 根本的な解決策とはなり得ない。その他にもいくつか舞台とした作品が存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。